どうも、皆さん、こんにちは。チャックパスです。本日はですね、ANA が国内線タイムセールね、発表いたしましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、今ね、この動画を撮っているのは3月の13日の11時頃ということで、この ANA のタイムセールね、3月の14日0時からね、開始になるっていうふうになりますんで、多分間に合うと思うんですけども、間に合わなかったらすいません。ぜひね、あの、軽くチェックしていただいて、航空券購入される方はですね、できるだけ早めにね、チェックしていただければなぁと、 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。はい、ということで、こちらね、公式サイトになっておりまして、国内線タイムセール、あなただけの感動体験を見つけに行こうということで、販売期間が3月の14日から3月の19日、登場期間が5月の7日から7月の19日までっていう風になります。かなりね、登場期間、今回のタイムセールね、長く設定されているっていう風になりますんで、夏休みとかね、ちょっと被ってる部分もございますので、利用予定のある方はですね、今回のセールで購入して 贅沢のもね。非常にいいのではないのかなと思います。で、対象路線が北海道、東北、北陸、関西、中四国、九州、沖縄路線便限定っていう風になります。で、主な路線ということで東京札幌7 0 0 0件東京 大阪、伊丹7000円とかね、東京、沖縄9800円とかで利用することができるっていうふうになりますんで、今回のタイムセールね、かなり夏のシーズン被っているわけなんですけども、東京、沖縄9800円ね、利用することができたりいたしますので、 値段的にはね、結構いいのではないのかなと思います。で、ANA の方はね、特にあの注意事項もございませんので、こちらでね、えー、路線で、ね、検索していただければ、このタイムセールのね、価格が出てくるっていうふうになりますし、ここをクリックしてもね、えー、見ることできるっていうふうになりますんで、ここら辺、まあ対象路線ね、かなり多く設定されているわけなんですけども、まあここら辺利用される方は、ここら辺ポチッとね、えー、押して見ていただければなと。 思います。で、そんなところですかね。で、いつも通りですね、ANA のね、国際、国内線のタイムセールということで、値段がね、比別で出ているわけなんですけども、こちらね、今回5月、6月、7月、えー、中旬ぐらいまで、今回のタイムセールね、対象になってるんですけども、えー、5、6 7基本的に値段は全部ね、同じで、あの、設定されているっていうふうになります。ちょっとね、違うかなと思ったんですけども、これは毎回一緒なのかもしれないですね。ということで、私の方でですね、えー 価格の方をね、えー、まとめさせていただきました。まず、えー、こちらが前回のタイムセールの、えー、1,2,3月のね、えー、分っていうふうになりまして、こちらが今回のっていう感じですね。で、発着ということで、えー、価格が出ているわけなんですけども、見ていただければね、もう分かる通りでございますので、まあ、細かく説明はいたしませんけども、かなりね、観光しやすい5,6,7月っていうふうになっておりますので、まあ、値段的にはね、少し上がってる部分もね、えー、ございますけども、まあ、同じ、もしくはちょっと安くなってる もねままあ中ににるかななんていうふうに思いう思すので、え気にななる路線で、ね、でございいいままししたたら是非ねチェックしていただければなと思いますでこういったね、赤字で書かしていただいたところがいくつかあるんですけど、5月だけね、え稚内から東京はあるんですけどもえ、東京から稚内はセール運賃対象外みたいな、まあこういったところもね、ございますので、まあこの点だけは注意していただきたいなっていうところですかね。まあ、あの、価格ね、気になるところに関しては画面止めてね、見ていただければ、まあいいの かななんていいう,うに思いますけども今回ね、観光しやすいシーズンになってきておりますので、まあ値段的にはね、少し上がってるところもあれば、まあ下がってるところもね、少しあるかな、なんていうふうに思いますので、まあ今回のタイムセールね、7月のね、半ばぐらいまで、えー、設定されているっていうふうになりますんで、えー、早めにね、利用予約で、ね、入れていただくのね、 かなりいいのではないのかな、なんていうふうに思います。期待路線ね、利用される予定のある方はですね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。 はい。ということで、今回ですね、ANA がね、タイムセール、えー、開始いたしましたので、またね、この動画が出て、えー、ちょっとね、編集間に合うかどうかわかんないんですけども、もしかしたらですね、もうね、3月14日0時からね、開始になるっていうふうになりますんで、もうね、始まっているかもしれませんので、この点はね、注意していただきたいなと思います。で、ちょっとですね、前回こちらの動画ね、あの、話変わるんですけども、えー、出させていただいたんですよね。 こちらが、え、成田セブ島ね、え、ユナイテッド航空がですね、7月の31日からだったかな、新規就航して、これがですね、ANA マイルでビジネスクラス往復4万マイルでね、発見することができたんですよね。本当に7時間、6時間とかね、そのぐらいでもう、 塞がれてしまって、もうね、発見することができなくなってしまったんですけれども、まあ、こちらはですね、ちょっとね、画面切り替えますけれどもえ、こちらね、また復活して発見できるようになっております。こちらね、7月31日、東京成田からセブ島ですね、ユナイテッド航空の新規就航するね、 飛行機になるわけなんですけども7月の31日東京成田セブで8月の7日成田セブ成田ということでこちらねまた発見することができるようになっております私が見た感じだとエコノミークラスしかね基本的には空いてないまあユナイテッド航空の方で見てもですね片道5万マイルサーチアージなしみたいなまあビジネスクラスだとねまあそれで4万9千とかでねセイバーになっているところあるんですけども ANA でね検索すると基本的にエコノミーしか出て こないっていう風になりますんでまあ、もちろんもっとね緻密にやればビジネスクラス出てくるかもしれないんですけどもまあ、エコノミークラスがね基本的には開放されている座席がね多いのかなっていうところで復活しておりますで必要マイル数がですねなんとね片道1万マイルなんですよね往復2万マイルっていう風になりますんでこれは結構いいですよね で、ま、あネイサーチャージはですね、日本発着のユナイテッド航空っていう風になりますんで、まあ、前回ね、あの、出させていただいた往復ビジネスクラス4万マイルの時はサーチャージかかんなかったんですよ。だからやっぱりあれね、エラーうんちみたいな感じで、まあ、設定されてたわけなんですけども、今ね、検索するとネイサーチャージはね、徴収されるって言った形になります。ですので、ま、あ2万マイル、え、プラスね、 サーチャージね、3万3000円ぐらいかかりますけども、こちらね、もう発見することができるようになっておりまして、またね、年末年始とか夏休みとかね、こちらまでね、開放されていることね、知らない方も結構多いっていうふうになりますんで、年末年始とかでね、4席取れたみたいな方もね、いらっしゃいましたので、ぜひね、あの、セブ島ね、ちょっと行ってみたいよっていう方は、この機会にね、まあ、家族4人でもエコノミークラスであれば、8万マイルですよね。えっと、4人なんで12万円ぐらいね、あの、サーチャージがかかってしまいますけども、2万マイル で行くことができるっていう風になりますのでこちらもねぜひ、えー、覚えておいていただきたいななんていう風に思いますまあサーチャージがね33,000万3千なんでまあ 必要マイル数ね、1万マイルなんでね、片道。まあ、いいんじゃないかなっていうところですけども、まあ、ここはね、ちょっと人によってね、考え方変わるかもしれないですけども、ちなみにこちらをね、ユナイテッド航空の、えー、ユナイテッド航空マイレージプラスで発見すると、えー、経由便ね、インチョンだったかなインチョン経由すると、えー、東京、えー、インチョン、セブで、片道2万2000マイルで、ユナイテッド航空のね、マイルだと発見することができます。エコノミークラスね。で、えー、サーチャージがかからないっていう風になりますので、まあ、こちらね、どちらを選ぶかっていう いう感じですけれども、ANA だとね、往復2万マイルで利用することができますんで、まあ必要マイル数的にはですね、結構ね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちら7月の31日以降の、ね、日付で検索ね、してみていただければなと思います。 ということで、今回ですね、ANL タイムセール、えー、開始になりましたので、ちょっとね、この動画がね、出てる、間に合ってるかどうかちょっとわかんないですけども、えー、ぜひね、チェックしていただければなと思います。今回の登場期間ね、かなり長く設定されているっていう風になりますんで、えー、気になる路線ある方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気になった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイズ診断、 こちらからね無料で利用することができるっていう風になりますのでぜひねチェックしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ